キャスケットア、トロアポンは19世紀のパリで仮想階級の男性に流行した平らなつばツ希望の一種。また、この帽子の名前に由来するキャスケットアポンとは当時のヨタモノを示す後、山が平たく前びさしがつく形状から一見すると水平棒に似た形をしている。最大の特徴は山の中央部が蛇腹状になっていることで、 元々は三段程度に折りたたんだことから、トラワと呼ばれる。上流階級の証である、シルクハットのような山の高い帽子を、無理やり押しつぶして、仮想階級のキャスケットのように平たく仕上げた、皮肉な形状。奇抜な形状から、当然こうむるものも限られており、仮想階級に属する、それも、素行の良くない人間に好まれた。アンリ・ペルショは、 ロートレックの生涯の中で、インバイアの主人が、無理やりキャバレーに乗り込もうとしたところをオーナーに阻まれ、乱闘になったと書き残しているが、この粗暴なインバイアの主人が、キャスケットは、トロアポーンを被っていたと記録されている。ちなみに、この騒動で、キャバレー、ルシャノワールが、ロシュシュアール街から、ラバル街に移転し、その後地に、ロートレック行きつけの、ルミルリトンが開店することとなった。 ロートレックは帽子を好んだ画家として知られるが、上流階級の出身でありながら、シルクハットを剣をして、山高棒や麦わら棒を愛用していたと伝えられる。上流階級を示す高い円筒形の山を持つ、シルクハット、広く着用されたワンを伏せたような、盛り上がった山を持つボーラーハット、仮想階級のかぶった山の低いキャスケットと19世紀は、帽子で身分を区別される時代であった。 そのような時代に生まれたのが上流階級を挑発するかのような技と低く押しつぶした山を持つキャスケットはトロアポンであった。ありがとうございます。